皆さんこんにちは。藤森の森フィレッジへようこそ。さあ着々と進んでいるこのサウナ村作りですが、今日はなんと私藤森ユンボデビューいたしました。はい、まあ重機ですね、ショベルカーとかっていうのかな、俺全然詳しくないんでわかんないんですけれども、市内内ではですね、指導者のもとヘルメットかぶって操作すれば運転できるということなんで、藤森のユンボ使いの様ご覧いただきたいと思いますが、初めてとは思えないユンボ使いです。まさにユンボマスターと呼んでください。お楽しみ。さあユンボのりょうさんです。ダダン。ユンボのりょうです。もう異名がありすぎてね、桜のりょうからの。ちょっとね、今日特別にですけど、はい、ヘルメットかぶって、今、まあ、これ私有地内なんで、はい、まあ、指導者のもとユンボ操作できるということなんで、ユンボちょっと僕も穴掘りさせてもらってもいいですか。ぜひ。はい、お願いします。今なんとなくの操作方法だけは教わったんで、ちょっとやってみたいと思います。ただケイ君、このアームの範囲内には絶対に入らないでください。はい、お、はい、ぐるんって回った時にこの入る円周の中には入らない、はい、藤森がどんな動きするかわかんないので危ない。はい、じゃあリオさん、ちょっとはい、基本だけ、基本だけ、はい、ちょっと見てて見てて、これ安全装置なんで、はい、これでエンジン始動で操作中は下げます。はい、はい、でキーがあります、ね、はい、もう回します、いきなり。はい、おーい、こういう感じで。あー、なるほどなるほど、はい、はい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 、両方か、その場で旋回、わ、はい、かりました。完璧です。完璧、完璧、あとはもう体でこういうのはもうね、ケイ君ね、一つずつ そうですね、やって覚えるしかないのよ。やって覚えるよね。ただ行動とかでやる場合にはちゃんと免許取らないとダメですよ、これ。わかってますか皆さん。大丈夫ですもんね、だって車みたいにロケットスタートみたいなことないですもんね。あ、ないです、もういきなり動かないです。これエンジン、はい、エンジンひねってます。はい、はい、で少し立ってひねっていいです。ちょっとまず操作確認。はい、これ安全バージョン。
とあのでかい石取るから、ちょっと奥から行った方がいいですかね。でっかい石取れた。取れた。これ気をつけて、石落ちるよ。うわーい。おーこれどうでしょう、深さ。まだもうちょっとです。もうちょっと、もう20センチぐらい。これでもう掘れますね。はい、 OK。 藤森ユンボ制覇しました。できてました。はい、できてた。できてた。あの操作してるとこだけ見たら、はい、CM 来そうだった。今日からりょうさんの、はい、ユンボの古文系になります。はい、掘れた。ちょっと見てみよう。 OK、 穴安全装置。おお、すっごい。てか見て、これ石がさ、やっぱあれだって、ほんと手作業でやってたら超大変だったの、これ。すごい、掘れてる。掘れてるね。これでもう、これ多分落とせるもんね、中に。入ります、ね。ちょっと入れてみようか。入れますか。行き過ぎたぐらい。あ、ちょうどいいですね。ちょうど良さそう、ほら。バッチリ、バッチリ。いいですね。いいっすね。オッケー。よし、じゃあ残り1個。これはもう効率化を図って、りょうさんお願いします。わかりました。だいぶ時間かかっちゃいましたんで。大丈夫です。でも楽しかった。初めてのユンボ体験。免許取ろうかな。いや、すごく楽しそうだった。うん、いや本当になんかあのゲームセンターみたいな感覚で。そうですね、クレーンゲームですね。そうそう、すごい真剣な表情してやって結構ビビリだからさ最新の注意を払って。じゃあちょっとここでりょうさんのお手並み拝見を。はい、じゃあお願いします。はい、師匠お願いします。師匠、じゃありょうさんお願いします。はい、やっぱ一かきが全然違うわ。一かきの量が違うよ。うわー、すごいよ。こんもりだ、こんもり。なんかありますね、りょうさん。下がっつってますね。さあ、この石どうする。取れるのか。うわー、取れたー。でかい、でかい石が。もういいんじゃないですか、これ。あの藤森のね、何分の1かの掘りでもうこれすごい。恐ろしい穴開いたよ。50センチあるかどうか測って。はい、ジャスト50ですね。すごい、すごい、すごい、ぴったり。ありがとうございます。完璧です。よし、これで基礎が埋める穴はできました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、すごい、いや、これはもうこれずっと掘ってたからね、こうやって、ね、こっちの柵作るときは。そっか、早い早い早い、一瞬で終わったね。ということで、ユンボの寮退場。ありがとうございました。ちょっとあっち見て。ここが、はい、あのサウナの室内のガラスからちょうどこっち見える、抜ける方なんだけど、はい、ここにね、あのやっぱサウナといえばの白樺を植えたいなと思ってまして、はい、植樹といえばもちろんこの方、苗木の寮さんです。苗木の寮です。ちょっと白樺寮さんのところで購入させていただきましたんで、はい、これやっぱもう抜けに見えるところに、まあ、ゆくゆくはね、そこにも白樺入ってるんだけど、ああいう感じの白い木がこう生えてくると、はいはいはい、おしゃれだなということで、まあ、正面この辺ですよね、あるといいの。そうですね。どうでしょう、あんまり圧力とちょっと川近いから、はいはい、あの地盤もちょっと心配だし、ちょっと俺サウナ室行ってきます。確認お願いします。ちょっとりょうさん、苗木持ってそこに立っててください。はい、ここにこう2本ちょうどここバーンってちょっと抜けてるから、はいはいはい、いいかもね、そこに白樺があるって。どう、いいと思う。しかもこれあれでしょ、なんか段になってて座って上に座るからちょうど、はい、もう緑しかないところにちょっと2本こう3本あるのかな、白い木が。はい、あんま奥行き過ぎてもちょっと寂しいもんね。確かに。うん、まあダメだったらまたぶっこ抜いて植え替えればいいから。うん、何でもできる、それがフィレッジ。バッチリです。バッチリですか。あと持ってるりょうさんがすごい可愛かったです。このぐらいの方があんまりかぶんなくていいかもしんない。逆にもう2
ち外でもいいかもしれない。はいはい、決まりで。じゃあこれでちょっと穴掘ります、はい、皆さん、ちょっと白樺植えますんでみんなで植樹しましょう。穴はユンボ藤森にお任せください。穴の方はユンボ藤森、ユンボ藤森にお任せください。まあユンボマスターとでも呼んでください、はい、ユンボマスター、ユンボマスターです。サンボマスター、ありがとう。これみんなで植えよう。ちょっとですよね。近いところに捨てた。あ、そう。また戻すから。OK。これぐらいでいいって。もう大丈夫。はい、アームは畳んでから移動。昨日教わりました。なんかでかい石がある。なんだあれ。ね、根こそぎいってみやりますか。うわははは、根っこがあった。なんかの木があった。もうこれで OK かな穴。皆様お待たせいたしました。それでは白樺の食事お願いします。よいしょ。置いてみて、向きあるから。向きもあるんですね。あ、そうか、言ってた。太陽が当たってる方に葉っぱが伸びてると。そうですね。あ、でもあえて見える方がいい。こっち正面に。おお、じゃあ埋めてください。うん、いいね。白樺来るといいね。みんなで、みんなで踏み固めてください。うわー、じゃあガーッて。僕がちょっと土をね遠くに置いてしまったんでミスりました。あ、そのもうね雑草ごとガッていっちゃって、はい、いいですいいです。これがまたしっかり根を生やしてくれるみたいな。なんかちょっと皆さん、あの黙ってると俺が強制的に働かせてるみたいな。もうちょっとなんかあの楽しげにやってもらえないですかね。なんかもう藤森が独裁者でなんかあの北斗の拳のさ足に鎖つながれて働いてる人たちを思い出すのよ。ねえ、ちょっとやめてくださいよ本当に。楽しい楽しい。いや、その無理やりの楽しいもまた怖いのよ。楽しいってなんか言いながら。ありがとうございます。でもみんな、お、いい感じ。そうですね。よし、じゃあみんなでふみふみしてください。はい、ふみふみ、やった。みんなありがとう。サウナの土正面に白樺ができました。すくすく育ってください。ありがとうございました。お疲れ様です。もうすぐサウナ完成します。待っててください。じゃあ、皆さん元の強制労働に戻ってください。はい、ちんたらしてないで皆さん強制労働に戻ってください。本当にありがとうございます。ようこそフィレッジ。